都内の多くの小中学校で夏休みが始まっています。目黒区にある日本地図センターでは、夏休みの自由研究にぴったりの地図教室が開かれました。毎年夏休みに開催されているこの地図教室、今年は新型コロナの影響で参加者は親子10組だけに制限して開かれ、親子で力を合わせて手作り地球儀の制作にチャレンジしました。できた、完成です。参加した親子は出来上がった地球儀と平面の地図を比べて、同じ国でも違う大きさで表現されることなどを学んでいました。すごく楽しかったです。なんかこう身近に地図を、特に地球儀を触れることができてよかったと思います。日本地図センターでは、参加できなかった親子のために教材を地図センターの売店で販売し、解説動画を YouTube で配信するということです。